はいどうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今日はですね、ちょっとフレンドさんのストーリーミッションを手伝っている時にものすごい裏技を見つけてしまったので皆さんに紹介したいと思います。まあ基本的にこの監視塔の向こう側っていうストーリーミッションなんですけども、まあ最後ら辺にあるストーリーのミッションですね。でこちらを実は完了する時に、夢見のシリーズの武器とか防具とかがもらえるんですね。まあ報酬、確定報酬なんですけども、まあそのランダムに1個もらえるんですが、なんとこれをすでに完了したキャラクターでフレンドさんを手伝ったらもう一度報酬をもらうことができました。でその様子がこちらです。はい、これが監視塔の向こう側の、ストーリーミッション最後です。はい、グラスプですね。腕のパーツが出ましたね。このキャラちなみに僕すでにねストーリーを完了しています。そしてもう一回ね検証するためにフレンドにも試してもらいました。はい、彼は足のパーツが出てます。はい、彼もすでに1キャラ目はコンプリートしてます。はい、ということですね、皆さんもねぜひ持つものべきはフレンドさんということで、フレンドと一緒にね、協力してたくさんの報酬をゲットしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。もしね少しでも役に立ったらいいねお願いします。でチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。